ハイジャックされた、ルフトハンザ航空ボーイング737から200型、機、ランツフート号へ突入し乗客を解放した GSG-9 隊員が、モガリシュからケルンボン空港に帰還するドイツの秋は、1977年後半の西ドイツで起こった一連のテロ事件の通称、ドイツ赤軍は、この年の9月に、ドイツ経営者連盟会長、 ハンス・マルティン・シュライヤーを誘拐し、10月にはパレスチナ解放人民戦線と共にルフト・ハンザキをハイジャックした。ハイジャック機には特殊部隊が突入し、RAF 幹部は獄中で相次ぎ自殺し、シュライヤーは遺体で発見されるという衝撃的な結末を迎えた。これらの事件はマスコミで連日連夜大きく報じられた。戦後最大のテロ事件と政治的危機により、 西ドイツ社会は恐怖に震えたドイツの秋という言葉はライナーベルナー・ハスビンダーやフォルカーシュレンドルフラの監督による1978年の映画秋のドイツに由来するこの映画は一連の事件及び社会の雰囲気を伝えるニュースフィルム様々な立場の論者による事件の解説や議論第二次世界大戦前の社会主義運動などの ドイツ史を語る映像などを交えてこの事件を描いたものだった。数々のテロ事件を起こした RAF は1972年春にアンドレアスバーダーやウルリケ・マイ・ウンホフラ中心メンバーが逮捕され、シュトットガルトのシタムハイム刑務所に収監されたことで壊滅したかに思われた。しかし弁護士で赤軍審判のクラウス・クロワッサンとジークフリートハークが組織の後継者となる。 第2世代のメンバーの勧誘と訓練などを行いながら、国中の第1世代と面会しその声明をマスコミや支援者らに伝えていた。国中で RAF 第1世代は何度も大規模なハンガーストライキを行い、また1975年には RAF 第2世代のメンバーが政治家、ペーター・ロレンツの誘拐者、1977年4月7日には連邦検事総長、 ジークフリートブーバックがカール・スルウェで RAF メンバーに暗殺された。ブーバックは自動車で移動中に赤信号で停車していたところを後ろから来たオートバイから自動小銃で撃たれ運転手やボディーガードらと共に死亡した。1977年7月30日、ドレスナー銀行の頭取、ユルゲン・ポントはフランクフルト・アムマイン銀行のショート市オーバー・ウルゼルの 自宅前で訪ねてきた男女らに射殺された。この事件は、RAF のメンバーであるブリギッテ・モーンハウプと、クリスティアン・クラール、ズザンネ・アルブレヒトの3名がポントを誘拐しようとして、失敗した結果起こった。ポントは実行犯の一人、アルブレヒトの姉妹の名付け親であった。これらの事件は秋に起こる一連の事件の幕開けであった。詳細は、 ハンス・マルティン・シュライアーを参照この事件の衝撃が、冷めない9月5日、RAF のコマンド部隊がケルンで、ドイツ経営者連盟会長、ドイツ産業連合会長を務める、ダイムラーベンツ重役、ハンス・マルティン・シュライアーの乗った、メルセデス・ベンツを襲った、専属の運転手、ボディガード、護衛についていた警官2名の、計4名は射殺され、 シュライヤーはケルン郊外の賃貸アパートに拉致監禁された。シュライヤーはダイムラーベンツで社長の座を争っていた人物で1960年代末から財界活動に重点を移し、1968年に西ドイツ全土で起きた学生運動、労働運動では経営側の顔としてテレビなどで強硬な態度を示したためサハ陣営からは主要な敵と目されていた人物であった。 元ナチスト委員で新英体の高級士官という前歴、ドイツの保守政界人との強いつながりも議論の的であった。シュライヤーは獄中にいた RAF 第一世代メンバーの釈放をヘルムート・シミット政権に求める声明を出すよう強いられた。警察による捜査は何度もシュライヤーの監禁場所に近づき、捜査員の一人はシュライヤーのいる部屋に 聞き込みのために訪れるところまで行ったものの、地元警察や連邦警察の捜査本部との連携不足により情報が伝わらず、結局空振りに終わった。詳細は、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件を参照2年前の1975年にペーター・ロレンツが誘拐された時には、西ドイツ政府は RAF メンバーの釈放要求に応じたが、今回は、 さらなる釈放に応じようとせず強硬な姿勢を見せた。RAF はさらに事件を起こして政府に大使圧力をかけようとし、共闘関係にあったパレスチナ解放人民戦線の協力でルフトハンザ機のハイジャックを起こした。10月13日、パルマデマヨルカからフランクフルトへ向かうルフトハンザ181便を PFLP のメンバー4人がハイジャックし、ローマに着陸させ、 西ドイツ政府に対し RAF のメンバー11人の釈放と1500万ベイドルを要求した。ランツフート号はラルナカ、バーレーン、ドバイを転々とした。しかしドバイから先はアラビア半島のどの空港からも着陸の許可は降りず、10月15日にドバイを離陸してアデンに強行着陸した。10月17日朝、ランツフート号はソマリアのモンガディシュに着陸した。 ハイジャック犯に逆らいアデン離陸後に、機内で処刑されたユルゲン・シューマン機長の遺体は、滑走路上に投げ捨てられた。ハイジャック犯たちは、RAF メンバー釈放の最終期限を、同日昼に、後に、翌10月18日朝に延長したが、西ドイツ政府はすでに武力による事態の解決を、決めており、タイテロ特殊部隊 GS、GSG-9 を、ラルナカから、 ずっとハイジャック機の後に密着させていた。シュミット首相は、ソマリアの最高権力者、モハメドシアドバーレとの交渉で、GSG-9 をハイジャック機に突入させる許可を得た。10月18日未明、最終期限の1時間前、GSG-9 隊員が機内に突入しハイジャック班を瞬時に制圧した。GSG-9 隊員の一人と、員一人が負傷したは、 乗員乗客は全員無事解放され、ハイジャック犯のうち殺害された3人を除く1人は逮捕された。ケロンにある、シュライヤー誘拐殺人事件の犠牲者記念秘道や、シュトットガルトのシタムハイム刑務所で収監されていた RAF メンバーのうち幹部の3人が、ハイジャック失敗の方に接して、獄中で自殺した。クドルン・エンスリンは首を吊り、アンドレアス・バーダーとヤン・カール・ラスペは、 拳銃で自殺した。さらにイルムガルトメーラーは胸をナイフで4回刺したものの自殺できず、手当てを受けた。シュライヤーを監禁する犯人らは、ケロンからオランダ、さらにベルギーへと移動していたが、この3人の獄中死の報道を受け、彼の遺体は10月19日にミュルーズに放置されたアウディ100のトランクから発見された。シュタムハイム刑務所での RAF メンバーの 死亡事件に対する捜査が行われたが、彼らの死は自殺であったと公式に結論付けられた。ドイツで最も厳重な刑務所にどうやって拳銃が持ち込まれたかについては、彼らの弁護士が密かに持ち込みバーダーらに手渡したとされた。しかしこの際に生き残ったメーラーは、後に彼らの自殺は法によらない処刑であったと主張するなど、捜査結果に対する異論もなおて、 11月12日には、シュタムハイム刑務所の RAF メンバーのうち、イングリッド・シューベルトがさらに首吊り自殺を遂げた、ランツ・フート号ハイジャック事件以後、西ドイツ政府は、以後テロリストとは一切取引しないと声明を出した。シュライヤーを救出することはできず見殺しとなったものの、当時の首相ヘルムート・シュミットは、この突入事件の決断で高く評価された。ありがとうございます。